大気峰正宏は、福岡県飯塚市出身で宮城野部屋に所属していた、元大相撲力士。本名を呼び、旧市子名は、山口正宏。横綱、白鵬の初のうちで死でもあった。身長183センチメートル、体重160キログラム。最高位は、西前頭16枚目。3歳で、飯塚から東京へ引っ越した。幼少期はラグビーをしていたが、 父親の提案で練習メニューに相撲を加えることになり、小学校4年時に近所の道場へ通い始める。中学校は実家を離れて、鳥取市立西中学校へ進学。3年時には相撲の全国大会で優勝している。高校は鳥取西中学と一貫練習を行っている鳥取城北高校へ進学。1年時に出場した。 全国高等学校総合体育大会相撲競技大会では1年生ながら高校横綱となる大会挙を挙げた。1年生横綱は福島会、携帯以来24年ぶりのことであった。その時の決勝戦の相手は土地の若しるべ大であったが、翌年の大会では準々決勝で対戦し、敗れてしまった。高校卒業後は、 日本大学分離学部体育学会進学、一年次シーズン、はじめの全国大会、宇和島大会にて、いきなりの優勝。その後に行われた、新人戦も、当たり前のように優勝する。四年時には首相を務め、国体相撲青年個人の部で優勝、国体横綱となる。この大学時代には、千代大龍秀政にも、すでに幕内級の実力があると認められた。 戦術のタイトルを含め、アマチュア時代に19個のタイトルを獲得した山口は、ことみつきを通じて知り合った横綱白鵬からのスカウトを受け、宮城の部屋へ入門した。国体横綱ということで、幕下付け出での入門が承認され、2012年3月場所、幕下15枚目格付け出で,で入門した。平成生まれ初の学生相撲出身力士である、 初土俵から2場所連続で勝ち越し、3場所目となった同年、7月場所では、東幕下5枚目の地位で7戦全勝の幕下優勝を果たし、9月場所での新十両昇進を決めた。新十両昇進と同時に、それまで本名のままであった、四個名を大規模に改めた。場所後、両国国技館で行われた昇進披露宴では、 皆様のおかげで無事に昇進できました。これからは、しこ名の通り、大勢の人に喜んでもらえるよう、稽古に精進していきますと挨拶を兼ねてしこ名の由来を語った。その後、十量は4場所で通過した。2013年5月場所において、新入幕を果たし、それに合わせ出身地を、自身の生まれた場所でもある、飯塚市に変更。 福岡県からの新入幕は、2011年、11月場所の小宝山以来23人目。その場所は、初日から7連敗し、8日目に、初白星を挙げたが、腰から落ちる相撲に終始し、下半身の脆さを露呈してしまい、3勝12敗と、大きく負け越した。その直後の7月場所、続く9月場所も調子が上がらず連続して7勝8敗に、終わる。 2013年11月場所は9日目に2勝7敗と、後がない状況に追い込まれ、苦しむも、後藤チリ騎士として受けた声援に元気づけられ、成績がついてくれば応援ももっと増えるのかなと、奮起したかやって千秋楽まで6連勝と、挽回して4場所ぶりの勝ち越しを果たす。 2014年1月場所は9日目の照ノ富士戦で、左脇腹を骨折したことで10日目から、千秋楽まで1勝5敗と大きく失速し、場所を5勝10敗の不正績で終えた。同年5月場所の番付には、負け越せば、幕下陥楽が、ほとんど確実な地位である東十両14枚目に、名前が乗り、足の指の付け根に、 水が溜まる故障に苦しんでこの場所は9日目に負け越しを確定してしまい、最終的に2勝13敗で11場所連続で、勤めた関取の地位を手放すことになった。続く7月場所は、東幕下10枚目の地位で4連敗してから、腰の手術のために途中休場。その後も手の震えなど、体調不良が続き体重も2 0ラム近く落ちた。 その症状から、周囲から、遊びすぎ、ある中と言われたこともある。入門以来初めての定置くらいとなる、2種幕下45枚目まで交代した、9月場所も7000全敗と振るわず、翌11月場所は東3段目21枚目まで、番付を交代させてしまったが、この場所は4勝を3敗と1年ぶりに勝ち越した。2015年3月場所から、嗜名を、 本名の山口に戻した。3月場所後、甲状腺疾患のバセドウ病と診断され、どこまで回復できるかわからないが、薬がダメだったら、やめようとまで覚悟を決めた。投薬治療が効果を上げて体調は徐々に回復した、こともあって、同年、11月場所より幕下に復帰。病気前は努力することが苦手だったというが、コツコツしないと不安になる。 朝起きたら1日1個、課題を考えて取り組んでいる。1日1日しっかり生きようと、生活態度の変化が現れた。2016年7月場所は、2種目下8枚目まで番付を戻し、6番相撲まで、負けなしであったが7番相撲で、流星に敗れ、関取復帰は、持ち越しとなった。翌、9月場所は、突き押しや土俵際の粘りが冴えたことで、 東幕下2枚目の地位で7戦全勝で優勝を果たした。優勝を決めた山口は、玉木はいい相撲を取っていたので、一生懸命にやって勝ちたいと思いました。勢いのある力士と取れてよかったですと、ほっとした様子を見せていた。場所後の番付編成会議では2年半ぶりの関取復帰が決まった。 最重量を決めた山口は、以前は、花火のようにパッと行って、儚く散ったと、周りから言われた。次は、根っこの太い、先が綺麗な花になりたいと意欲を燃やした。幕内在歴のある力士が、幕下以下で全敗を記録し、その後に再度関取に復帰したのは、史上初であった。11月場所は九勝6敗と勝ち越し、これにより、 幕内在歴のある力士が、幕下以下で全敗を記録し、その後に、関取の地位での勝ち越しという史上初の記録を作った。関取の地位での勝ち越し自体も自身としては丸3年ぶりである。2017年に1月場所は番付運に恵まれず、わずか1枚半上昇の東十両9枚目の地位となったが、この場所でも9勝6敗と勝ち越した。 場所後の2月1日には26歳で、元ネイリストの一般女性と結婚。女性とは2015年2月に行われた、ことみつきの断髪式で知り合い、付き合ってから9場所連続勝ち越しと運気が上がったという。これに際して、最初の子が記憶あるぐらいまでは活躍したいと、抱負を語った。続く3月場所も8勝7敗として3場所連続で10両で、勝ち越した。 その後は重量で一進一退の場所が続いていたが、東重量12枚目で迎えた2018年1月場所において4日目から10連敗。さらに右膝の怪我により14日目から休場となったことでこの場所はわずか2勝に止まり、関取の座を再び失うこととなった。場所後、山口はもう終わったこと、次のことを考えないといけない。 15枚目以内には残ると思うので、7戦全勝のワンチャンスに賭けたいと意気込んだ。しかしよく3月場所の2勝5敗と負け越し、その後も調子を取り戻せず、ついには年6場所すべてで負け越したことで2019年1月場所では再び3段目まで降格した。さらに、そこからも負け越しが続き、2019年9月場所では、 自己最低値位の3段目89枚目まで番付を落としてしまった。結局、当場所選集落となる9月22日、日本相撲協会に引退届を提出し現役引退が発表された。後立人体国家賞で稽古もままならず、医師には手術をしても相撲ができるまで回復する保証はできないと告げられた。悪化すると日常生活にも、 死傷を来す恐れがあり、これ以上ばっか以下で暮らして家族に迷惑をかけることができないこともあって2019年の3月に宮城野と白鵬に引退を相談していたという。引退に際し宮城野部屋の業務を手伝いながら人材派遣業に携わる予定としており、2020年2月29日放送分の t b s 系バースデーで 人材派遣会社で働いている様子が放送された。ありがとうございます。